そうでは始まりました、こちチャンネルです。今回はですね、いよいよですね、英語講師オーディションを開催します。先生たちですね、応募していただいたんですけど、ありがとうございます。それでですね、そうですね、YouTube のコメント欄に貼ったのが消えちゃってるんですけどっていうですね、問い合わせも来たんですけど、あれ YouTube がですね、なんか動画のリンクとか貼ると勝手に消しちゃうんですよ。でもちゃんと貼られた日に全部見てるので、そこは大丈夫です。で、そして選ばれたですね、人たちをこれから紹介していくんですけども、まず最初にですね、お知らせしておきたいんですけど、で、今回のですね、この企画なんですが、皆さんただただ見るだけじゃなくてですね、皆様も参加できます。で、どういうふうに参加するのかっていうと、まあ予想ですねをしてもらいますですね。まず決勝に進む3人ですねが一体誰なのかっていう予想と、そして1位ですねが誰なのかっていう2つの予想をしてもらいます。で、両方当たった方にはですね、商品用意しましたので、ミニ5ですね、最新の iPad のミニを差し上げます。はいですね、ちょっともう私は開けちゃいましたけど、はい、こちらをですね、差し上げます。何万円ぐらいしたのかな。ではですね、どのように参加するのかっていうのをですね、まずお知らせしたいんですけどもですね、ですね、LINE アットですね、のアカウント作りましたので、その LINE アットですね、に追加してもらってですね、そこにですね、予想の文字ですね、予想した人っていうのを書いてもらえればいいです。あ、別に今すぐやらなくてもいいです。LINE アット追加して、この後ですね、4日間に分けてですね、出てきますのでですね、その4日間のビデオを全部見てからで構いません。見た後で誰が勝つかっていうのを予想してもらうですね、そういう形になります。で、LINE アットですね、は、アットですね、これ、アットマークのやつですけど、アットがあって、9 or 7 9 0 7ですね。で、TJ ですね。NCP ですね。TJNCP ってやつです。そうすると、森哲英語チャンネルっていうのに、飛びます。で、そこで、まあ、メッセージを送っていただいても、自動返信がただ来るだけですけども、こっち側はちゃんと見れるので、その何を書いてるかっていうのが見れるので、そこにですね、予想を書いて送ってもらえればいいです。はい。ですね。で、そのビデオが出てから6月16日まで、受け付けますので、予想を送ってください。で、その決勝に残る3人を当てた人、そして、優勝者を当てた人ですね、これ両方当たってる人ですね、両方当たった人に、差し上げますので、まああんまりになんか何人も当たっちゃってたらちょっと考えます。なんか商品券でもですね、買って送るかもしれません。ぜひぜひですね、LINE アット登録して、このチャンネルのですね、登録をしてですね、そして応募してください。それではですね、参加する人をですね、紹介する前にまずは、審査員ですねを紹介したいと思います。審査員の4人ですね、こちらの方々です。この方々たちが決勝に残る3人を審査します。で、いよいよこの、選手たちをですね紹介していくんですが、一つですね、ありまして、8人は選ばれなかったです。7人です。ちょっとやっぱり8人は無理でしたね。この見ましたけど、たくさんですね、応募ありがとうございます。でもやっぱり、本戦に行くっていうのは今ちょっときついかなっていうのがありますので、残念ながら7人でいきたいと思います。あ、予想はしやすくなりますからね、その分ですね、かなりの確率で決勝の3人は当たると思います。しかもだって見れますからね、授業を見てから、そうですね、当てるのでですね、はい、で行くんですけど、まあ挑戦する人たちですね、この7人ですけども、ですね、順番を決めたいと思います。はい、この方々なんですけども、まだわかんないですね、皆さんね。今から順番を決めて、その、なんていうか、プレビュー動画というか、ちょこっとですね、頭の部分を流したいと思うんですけど、2日間なんですけども、1日目が
人この後すぐです。この後この動画が出てるのが多分6時だと思いますけど、8時に出ますね、1人が。で、次の日ですね、2日目に、6時、8時で出ます。で、3日目に6時、7時、8時で出ます。そして4日目に、6時で出ます。早い方がいいのか遅い方がいいのかもう全くわかりません。こんなにやったことないので、全体疑問なので。ただ、そういう形でやります。で、どこに出てもいいように私全員分もう編集して、ね、サムネイルも全部作りましたので、プロフィールとかも全部集めてですね、やりました。誰がどの順番になってもいいようにやりました。で、先生たちのですね、名前をですね、私の名刺の裏に書きました。で、これをですね、ちょっとぐちゃぐちゃに混ぜます。はい、混ぜて、その順番でやりたいと思います。ちょっと見ないようにしますね。全然何ですか。はい、この順番は僕にとってはどうでもいいので、はい、でこれで一応混ぜてその、上から順番で決めていきたいと思います。はい、ではよろしいですか。まず最初の今日本日出る人はこの方です。見えない全然上がるすぎて上がるすぎて見えない。あった杉村先生ですね。あ、杉村先生が本日の1本目として出ます。そして明日の先生ですね、登場するのは林先生ですね。はいはい、林先生が出て、6時に登場。そして、8時に見えない井上先生ですね。はいはいはい、井上先生が8時に登場。そして、その次の日6時に登場するのが大渕先生ですね。はい、このチャンネルにも出ていただいたことがありますね。そしてその後出てくるのが一ノ瀬先生ですね。はい、一ノ瀬先生。そして、その次が増田先生ですね。はい、そして最後がパト先生ですね。はい、なるほど、こういう順番ですか。ちょっと面白いですね。もう自分自身全部見てるので、ああこの順番ですね。はい、じゃあ今からですね、それぞれ一体、ね、どんな感じなのかっていうのをちょっとずつですね、ほんのちょっとだけですけど、まあそんなの授業がね2分3分なんですごく短いんですけど、それをさらに短くしたですねダイジェスト版で、ちょっと見ていただきたいかなと思います。どうぞ。この英語に訳してみてください。 The class is starting。 これ訳してみてください。はい、皆さんすんなり解けましたでしょうか。今解いていただいた問題っていうのは、普段からあることに気をつけていればすんなり解けるような問題です。よーくくる質問としてね、先生、同格のザットと関係詞ザットの違いが分かりません。 Hello everyone、 大口です。いきなりですが問題です。この2つの文章、正しく意味が取れますか。これ、どちらもクドゥントが使ってありますよね。どうもこんにちは、一ノ瀬杏と言います。今回はですね、発音の話をしますね。今から5つの単語を言いますので、動詞になります。ハブ、自動詞、他動詞、どちらでしょうか。他動詞ですよね。はい、皆さんこんにちは。はじめまして、パート先生と言います。今日はライとレイっていう動詞を使って、自動詞、他動詞の違いを見ていこう。さあ、どうだったでしょうか。彼らが決勝に残った7人です。で、皆様も審査には一応は加わります。さすがに、いいね数とかだけで決めちゃうと、ちょっと問題なので、まあ、再生数とか、ね、多少見ながら、ね、評判とかコメントとかを見ながら、ちょっと決めようと思います。ただこっちは、加味しますか。こっちは加味しませんのでやめてくださいね。低評価パパパパパンとか押さないでくださいね。低評価はそれでなんかマイナスになるとかはありませんですね。こっちと高評価とコメントですね、のですね、あと悪いコメントもその評価に入れませんので、そうです、プラス面だけしか評価をですね、入れませんですね。そんなせっかく出てくれた先生たちに嫌になっちゃいますから、そんなのね。なので、プラスの面しか考慮はありません。マイナスの方は審査員たちが、ね、見て、判断しますので、そちらでですね、ぜひぜひ見ていただければなと思いますね。さあ、いよいよですね、始まりますけども、ぜひぜひですね、LINE アットの方をですね、こちらで登録してですね、誰が勝つかっていうのを予想して送ってください。もうその予想のメッセージだけで、ですね、大丈夫ですので、ぜひぜひ送って、まあ、LINE アットですね、使ってもらえれば、まあ、この動画アップされたお知らせとかも届くと思いますの で、ぜひぜひよろしくお願いします。
Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.